こんにちは。3月16日土曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りしています。西武池袋本店で開催中の銀塩谷さんの豊島区百景の展示に行ってきました。豊島区の街並みの写真に金さんのアートが重なって、一足先に美しい桜の風景を楽しむことができましたよ。美しい桜の風景、そして金さんが語りかけてくださるような手書きのキャプションにも注目です。それではまずはじめに豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題をお伝えします。はじめに若者向け悪質商法被害防止キャンペーンのお知らせです。毎年1月から3月は若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間を行っています。ここ数年で SNS を悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増加しています。例えば SNS で知り合った人からスキルアップになる、将来成功できるとオンラインサロンの入会を勧められて高額な契約をさせられる手口があります。他にも SNS 広告などを見て通常より安くお試しで購入したところ、実は定期購入が条件だったというトラブルが増加しています。訪問販売、マルチ商法などの契約解除をした場合、一定期間内であれば契約を解除できるクーリングオフ制度がありますので利用しましょう。また困ったら一人で悩まず、豊島区消費生活センターにご相談ください。消費生活センターでは消費者と事業者のトラブルに関し、専門の消費生活相談員が解決のための助言、情報提供などを行っています。困った時はぜひお気軽に相談をしてみてください。続いてです。総合窓口化、窓口混雑のお知らせです。区役所総合窓口課の受付に関するお知らせです。転勤や就職、学校の入学に伴う引っ越しなどの手続きや証明書交付のため、3月から4月にかけて区役所の窓口が大変混雑いたします。特に3月下旬から4月上旬時間帯ですと、平日の午後から窓口閉庁時にかけて混雑する傾向にあります。混雑緩和と余裕を持った手続きにご協力をお願いいたします。受付方法については、来庁しなくてもできる手続きがありますので適宜ご利用ください。また手続き完了のお知らせをするサービスを行っています。登録方法などについては来庁時にご案内させていただきます。手続きによっては待ち時間が長くなってしまうことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。続いてです。第61回高齢者クラブ連合会芸能祭り開催のお知らせです。豊島区高齢者クラブの会員が舞踊やコーラスなどを披露する年に一度のイベント、芸能祭りを開催します。開催日時は3月21日木曜日の午前11時30分で、式典開催後午後0時30分より演目を披露いたします。開催場所は豊島区民センター8階の多目的ホールです。舞踊やコーラスなどの様々な発表を行い、毎年大いに盛り上がっています。中でも太極拳やフラダンスの発表は毎年大好評です。入場は無料で、また事前予約は不要ですので、観覧をご希望の方は当日直接会場までお越しください。皆様のたくさんのご来場をお待ちしております。続いてです。池袋西口豊島あきんど祭り開催のお知らせです。豊島区と交流のある都市の名産、名品の紹介やステージイベントを楽しめる池袋西口豊島あきんど祭りを開催します。開催日は3月23日は午前10時から午後6時、24日は午前10時から午後5時30分で、開催場所は池袋西口公園グローバルリングです。
商店街連合会の会員や交流都市をはじめとする出店は昨年度より大幅に増え、またステージでは23日にバンド演奏、特別ゲストとして凪良健一さんが出演します。24日は地域の各種団体によるフラダンスやよさこいなどの活動発表があります。久しぶりの全6地区開催となったあきんど祭りの今年度最後にふさわしい大変にぎやかな催しとなります。ぜひ皆様ご来場ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。本日のテーマは温活ストレッチということで、今日はどんなエクササイズなんでしょうか。この方にお越しいただきました。ストレッチマスターの高田麻美さんです。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。池水の皆さん、今日も頑張ります。はい、皆さんもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ今日のテーマは温活ストレッチということなんですね。はい、うん、呼吸に合わせてゆっくり伸ばすストレッチということなんですが、はいはい、はい、今日はねもうちょっと暖かくなってきましたよね。これからねちょっと活動的に動きたいななんて方やね、あとまたちょっとまだ外出るの嫌だななんて方もいらっしゃるかもしれない、花粉とかがあるのでね、はい、そんな方たちのためにお家でできるね、太ももの大きな筋肉をしっかりと伸ばして、体の中から暖かくなっていこうという、はい、呼吸に合わせて行いますので、しっかりとね体の代謝が上がっていきますので、ぜひ頑張っていきましょう。はい、はい、では早速始めていきましょう。まずは準備運動ですね。はい、はい、今日はね準備運動、少し時間を長く使えるということなので、いつもと違うのもやってみようかなと思ってます。いいですね。しっかり動かしていきましょう。はい、まね、最初はね肘を回していつもの通りに肩回り肩甲骨回りを動かします。これ前から後ろですね。はい、胸を開くように背中を寄せるように動かしましょう。うん、はい、逆いきます。今度はね肘を前で、今度背中を外に大きく広げるようにしますね。うん、肩甲骨回り肩回りしっかりとほぐしました。では右手が前で左手後ろですね。はい、これもね、スムーズにできるようになりますよね。できてるのかなと思いながらいつもやってますね。はい、肩が交互にこう上がります。お腹の力も使ってますからね。なるほど。はい、反対いきましょう。今度左が前で右が後ろ、はい、片方ずつ動かすと、うまくいくかなと思います。うん、OK です。では、ね、両手を掴んで上に上げてみてください。はい、はい、伸びましょう。息を吸って吐きながら、はい、右へ倒します。ふーっとお腹固くしながら遠くへ引っ張る。固くしながら、はい、そうそうそう、はい、真ん中に戻して吸いましょう。吐いて左、ふーっと遠くへ遠くへ引っ張ります。気持ちいいですね。はい、じゃあ真ん中に戻します。この手を後ろでつないでください。はい、はい、息を吸いますね。吐きながら腕を伸ばしながらお尻と手を離して、はい、胸のストレッチです。肩甲骨をキューッと内側に寄せて胸を大きく開いてくださいね。はい、はい、吸って緩めます。吐きながら、はい、手は斜め下、胸は前に大きく開く。うん、よく伸びてますよね。うん、OK です。ではこのまま手を離していきましょう。はい、じゃあ足を前後に振っていきますね。うん、はい、右の足から振ります。はい、つま先を前にしてかかとを後ろに振り上げていく、股関節の前後のストレッチ、うん、ね、ほぐれますね。ずっと座ってる時なんかもね、これやるとね足回りがねほぐれてきますからね。うん、反対いきましょう。はい、つま先前です。普段あんまりやらない動きですもんね。そうなんですね。これね、今私たちねバランス取りながらやってますけど、うまくできないという方はね、壁とか椅子につかまりながらやってみてくださいね。うん、反対いきましょう。今度右足を外から中、はい、内もも、お尻を使いながら、股関節の外側内側をストレッチ。うん、うん、ストレッチってね、じーっと伸ばすだけではなくてね、こうやって動かしながらねほぐしていくというね、ダイナミックストレッチっていう方法もありますからね。なるほど。反対です。はい、はい、バランスを崩しそうな時はどうか捕まってね。はい、これね、足振って内側に振るとね、ここがね伸びてね、ストレッチにもなってます。うん、うん、気持ちいいですよね。はい、素敵ちょうですね。つま先前でね。つま先前。はい。OK です。じゃあ今日はね、足を大きく開いてみましょうか。はい、はい、左手上げてみてください。うん、で手を、はい、逆かな。あ、そうですね。はい、このまま遠くへ引っ張ります。ゆーっと遠くへ引っ張ります。お腹固くして。はい、このまま。手を斜め前、体床と平行。あ、気持ちいい。相手を下に下ろして、右の手を上げながらアップ。
はい、逆いきます。はい、今度は右手上げて手後ろで、そうで手を斜め前、遠くへ引っ張る、手と手を引っ張り合う、はい、そう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 、はい、下から下ろして左の手を上げて、気持ちいいですね。はい、体しっかり伸びました。はい、伸びました。よかったです。今日は、呼吸に合わせて大きい太ももの前と後ろを頑張ってストレッチしていきますので、ぜひ皆さん一緒にやってください。はい、はい、それではいきますよ。レッツ温活ストレッチ。はい、ということでね、呼吸の練習からまずいきたいと思います。はい、ただじーっと伸ばしてね、こう耐えたりせずに深い呼吸をしながらやっていく、これはとっても温活のポイントになります。はい、では両手をね、肋骨のね上ですね、肋骨が動くのを感じていきたいと思います。はい、鼻で息を吸いましょう。肋骨上に上がるの分かりますか？分かりました。はい、はい、で今度はお腹から息を吐いて、肋骨が下に降りていくのを感じてください。もう一回いきますよ。鼻で息を吸って、肋骨が上に上がるのを感じたら、お腹から息を吐いて、肋骨を下に下ろしていきます。肋骨が上下に動くのが分かったところで、今度は横に広がるというのを感じていきますね。はい、まず鼻で息を吸って、肋骨の横を触ります。吸ったら肋骨が横に広がるのを感じて、そして口で吐きましょう。肋骨が内側にしわっていくのを感じられますよね。はい、息を吸います。胸にたっぷり呼吸、肋骨今上と横に大きく広がってます。はい、口で吐いて、ここで背中をまっすぐにしながらお腹を締めるのがポイント。ラストです。息を吸って、肋骨にたっぷりと呼吸を入れて、口で息を吐きながら背筋を上に伸ばして、お腹から全部息吐き切ってください。はい、して吐きながらリラックス。これだけでも十分体温まりませんか？本当ですね、じんわりきてます。そうなんです、肋骨を、ね、しっかりと動かすことによってお腹の力も一緒に使ってるんですね。でこの呼吸に合わせながら、今日はまずももの後ろのストレッチからいきたいと思います。はい、はい、では床に座っていきましょう。はい、はい、もし床にこのように足を伸ばして座るのが辛いという方は、椅子に座ってもできますのでね、ぜひ椅子に腰掛けてやってくださいね。ではまず片足いきましょう。お腹に抱えます。はい、お腹に抱えた時に、この足の裏ですね、指と指をこういう風に絡めて足の裏を掴みます。もうこれだけもうちょっと辛いって方もいらっしゃると思いますが、ここからゆっくりと膝を伸ばして、背中を丸く、おでこと膝を近づけます。結構柔軟性がいりますね。まず第一段階、はい、はい、ももの後ろを今伸ばしてるんですけども、ももの後ろを伸ばすためには、まずここの股関節を曲げるのが大事。はい、そう、そして膝を伸ばすと、ももの後ろがストレッチになります。はい、なのでまず今ここでね、背中を丸めて、徐々にここ伸ばしてます。で大きく吸って、肋骨を一回広げましょう。はい、お腹から吐きながら足を伸ばして、体を起こしていきます。はい、お腹が締まってますね。で、はい、ここ、呼吸をしながら伸ばしたところで自然呼吸を行ってください。ももの後ろ、股関節が今曲がって、膝が伸びてるので、ももの後ろがとっても伸びてストレッチされている状態を作っています。はい、できれば首の力は抜いてリラックスするのがポイントですね。でどうしてもこれね、足伸ばせないって方はね、ちょっとだけ曲げるだけでも全然構わないので、少しずつ伸ばしている間にだんだん伸びて温まってくるので、いけそうだったら伸ばしていくっていう感じでね、いいかなと思います。はい、体を後ろにね、こう倒れるのも怖いなって方はね、壁などのね、すぐね、前でやるとね、倒れても大丈夫なように、ソファーの前とか壁の前でやってみてください。はい、はい、じゃあ反対の足もいきましょうか。はい、はい、じゃあ膝を曲げて下ろしていきますね。はい、はい、では反対の足を中に抱えてください。はい、はい、指をこのように絡めて、足の裏を持ちましょう。はい、大きく息を吸って、肋骨を広げる、そして吐きながらお腹を締めながら足を伸ばす、そしておでこと膝を近づけて背中を丸めます。でここでもう一度呼吸をしていきますね。鼻で息を吸って、先ほどのように肋骨を広げて、はい、口で吐いて、お腹から全部息を吐いていきましょう。でここからもう一度吸って、肋骨を広げます。口で吐きながら顔を起こして足を伸ばしていきましょう。はい、お腹の力を入れてへこませます。
肋骨をキュッと閉じていきました。じゃあここで自然呼吸を続けていきましょう。股関節を曲げて膝関節を伸ばす。ももの後ろがとっても伸びています、うん、ずっと椅子に座っていると膝を曲げている状態が続きますよね。そうするとここのももの後ろは、股関節は曲がっているけど膝がずっと曲がっている状態なのでももの後ろ伸びてません、はい、そうするとももの後ろがどんどん硬くなっちゃう、うん、座っている状態が続くともも裏が硬くなりやすい。そしてそこから腰にね、腰の方までね硬くなっちゃうっていうのがね良くないね、スパイラルで、はいはい、座りすぎちゃったなと思ったらぜひこのストレッチやってみてください、うん、はい OK です。では膝を曲げて下ろしてみましょう。あプルプルしました、はいね、椅子に座ってね、はい、背もたれに寄りかかりながらやっても大丈夫なのでぜひやってみてくださいね、うん、はい、はい、じゃ今度立っていきます、はい、さあ次はねさっきの呼吸をしながらねお腹を締めてバランスを取っていきたいと思いますので頑張りましょうね。私だけ横向きますね、はい、はい、では、さっきももの後ろって股関節を曲げて足を伸ばすと伸びますって言いましたよね、うんうん、じゃあももの前は逆です。はい、股関節を伸ばして膝を曲げるとももの前が伸びていきます、うん、はい、じゃあこれをやっていきましょう。まず片手で足を持ちます、うんうん、で今膝体の前ですよね。股関節は伸びてません。はい、じゃあここからまず息を吸って肋骨広げてお腹を締めて吐きながら膝をちょっと後ろ、はい、今立ってやってますがテレビのご覧の皆さんでちょっとバランス取れないよって方はぜひ椅子や壁につかまってやってくださいね。はい、ではここから息を吸って肋骨を広げて胸を上横に広げる。お腹締めて吐きながら体を前に倒していきましょう。余裕があったらかかととお尻を離す。ほら股関節伸びた。あ、伸びてます膝も曲がってる。ももの前が伸びてます。バランスです。そして自然呼吸です。今日は難度が高いです。頑張りますゆっくりと吸いながら体を起こして吐きながら戻しましょう。できたできた。すごい。達成感あります。これね、ただなんとなくで、ね、耐えながらやるとね、カチカチって体が固まっちゃうのでね、うん、反対いきますよ。呼吸をしっかり利用していきます。はい、息を吸って肋骨広げて、お腹から吐きながら膝をちょっと後ろ。うん。これでももうももの前十分伸びてます。うん、さあさらにステップアップ。吸いながら肋骨を広げて。口で吐きながら前に倒していきましょう。壁につかまっていいですよ。前の手でね。はい、余裕があったらかかととお尻を離す。はい、股関節もっと伸びていきます。はい、腿の前気持ちよく伸びながらお腹のトレーニングにもなってますね、うん、はい、ゆっくり体をこうして吸いましょう。吐いて下ろしていきます。やってみていかがでした？すごい。ちょっといつもよりね頑張るぞっていう気合も入った数字でしたけれども、うん、すごいポカポカしました。ポカポカしますよね、うん、呼吸に合わせて大きい筋肉を伸ばしていくので、はい、かなり体がふわっと暖かくなったと思います。はい、まさにおかずですね、はい、そうですね、はい、こういったねのストレッチをね自分でやるのが難しいなっていう方はぜひ池水にお越しください。はい、はい、池水では毎週火曜日に、ルーシーダットン、うん、そしてストレッチのクラスを行っています、うん、このねルーシーダットンっていうクラスもバランスを取りながら大きい筋肉を伸ばしたりとか、はい、お腹周りを鍛えたりとかするねとってもいい呼吸を行いながらやっていくいい効果がありますので今と同じような、ね、トレーニングができるかなストレッチができるかなと思います、はい、そして私のストレッチ、私がストレッチを担当してるんですけれどももうこれはさっき足を振ったりとかしましたよね、うん、そういったこう体をほぐしながら温めていくというストレッチをやってますのでぜひこちらもね皆さんねお越しください。はい、で今日そうこれからね今日夜、はい、あ夜じゃない夕方なんですけどシェイプというね踏み台に登ったり降りたりするレッスンも、はい、やっておりますので今日お時間ある方はぜひこの後お越しくださいね。そして、はい、さあそしてですね、はい、私が、旧ツイッター X でもいろいろな情報を出してますのでよかったらご覧になってください。あとは、シェイプ、そして次回ですね、あそうですね、4月20日土曜日に放送、はい、この自宅でストレッチとはどんなものになるんでしょうか。はい、来月はタオルを使って、普段使わない筋肉をしっかりと伸ばしていく動かしていくというストレッチをやっていきます。おいいですね、はい、皆さんぜひ来月も見てください。はい、はい、ご注目ください、はい、それでは今日は高田先生にご紹介をいただきました。次回もどうぞお楽しみに。それではさようなら。さようなら